皆さん、今この画面に映っているエバーテイルというゲームをご存知でしょうか。このエバーテイル、ゲーム本編と広告の違いがあまりにもひどすぎて大炎上したゲームなんですよ。まあ僕も過去に何度か実況してるんですけど、まあ全然違うの。もうかすりもしないの。ただね、このエバーテイルに最近ホラーモードというものが実装されたらしいんですよ。なんとあのゲームと全く関係ない怖い広告がゲーム本編と繋がったらしい。まあ、ぶっちゃけ最初から実装しとけよっていう話なんだけど、めっちゃ気になるじゃん。なので今回はそのホラーモードとやらを見てみようと思います。ちなみにね、そのホラーモードの見る条件なんだけど、このエバーテイルを最初からにしないといけないらしい。まあ、ぶっ飛んでるよね。俺含めてキプレイの人に全く優しくないよね。まあ、でもしょうがないから最初から始めます。一応エバーテイルのクソ広告見たことないよって人のために、まず一旦さ、その広告見せるね。今この画面に映ってんのは初期の頃のクソ広告ね。じゃあ流します。うん、懐かしいな。もうモンスターなんて存在しない。まあ、モンスターめちゃめちゃ出てくるけどね。向き合う時がお前がな。うん、この画面がかなり有名だよね、エバーテイルの。うん、ちょっとポケモン風みたいな、真実に向き合うね。お前が向き合わなすぎたんだけどな、私を信じるか。お前誰にも信じられてないからな、言っとくけど。うん、あのこの画面ね、この今出てる画面一切出てこないからね、本編で。うん、ほんとしょうもない。ほんとに一切出てこないから本編に。一応思い込みよっか。これ結構新しめのクソ広告だと思う。うん、なんか JK 映ってるでしょうね。うん、ああ、うん、もうイカれてるね。うん、もうこれに関してはやりすぎだと思う。うん、ものすごくやりすぎてる。うん、てかこんなマップねえし、本編に。こんな血みどろなマップねえし。お前の全てを私に捧げると誓え。うん、課金しろってことかな。だろうね、多分。課金しろってことだよね。こういうクソ広告出すためには金が必要だったことでしょ。うん、やっぱ金出せってことか。あの、ちなみにね、なんかいろんな女の子出てきたじゃないですか。本編に出てくるキャラなんだよ、ちゃんと。課金して手に入れたキャラ。あれを、なんか首ちょんぱしたりとか血まみれにしてるんだけど、あれ、これもね、結構炎上してると思う。うん。お前何してんだ、みたいな。結構叩かれてると思うんだよね。ただここまでは多分本編の方に実装してないと思うんだよ。まあちょっともういよいよ見るね、どんな感じなのか。さあ来たぞ、すげえ楽しみなんだけど。俺待ち望んでたからね。でね、なんか調べた感じ、サーバーを変えるとなんか最初からになるっぽいから、今サーバー変えてきたんだよね。スタートでやってみる。おお、うん、なんだよなんだよ、結局 BGM 変わんない。おお、え、しかもボイス付きじゃね？変わってんのかな？なんか始まりこんな感じだった気するけど。それは、100年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意。あれ、ちょっとクオリティ高くなってない？オープニング、これセリフなかったもん。俺ゴーマ説読めなかったもん最初。不死の魔人、うん、エターナルが率いる破壊と殺戮の波はあらゆる種族を等しく飲み込んでいく。まだ文章そこまで出てないけど、まあ、話の流れはあんま変わってないんだね。エターナルっていう単語も出てきたし、あ、飲み込んでいくね。今出てきた。ほんま変わってない感じするけどな。あれ、同じじゃね。見たことあるぞ。もう名前覚えてないけどね、この二人。え、ボイスついてんの。え、姉さん、僕もう走れない。え、置いて先に逃げて。え、なんかホラーモードっていうかボイスが実装されてることに一番の驚きを感じてる今。どんなことがあってもティオを守る。まあそれはいいんだけどさ、そのホラーモードっていうのはいつ出てくんのよ。何も変わんなかったらそれはそれでちょっと悲しいけど。お、違う、これフィンってやつが出てくるはずだ。あいつは知ってるぞ、覚えてるぞ。あ、だよね、うん、こいつ主人公なんだよ。本格的に降ってきたな。え、フィン、そろそろ村へ戻るぞ。お前文章と全然違うこと言ってね。エルダ、うん、あの茂みの中、ちょっとボイスちっちゃくねえかな。ちょっとちっちゃくない？これ変えれないからさ、ちょっとちっちゃくて聞こえづらいって方はちょっとごめんなさいね。お前も無茶はするなよ。こいつ全然重要なキャラじゃないからな、エルラン。どこに行くんだお前。こっちか。なんかフルボイスになったことによって俺はまあ喋る暇がないんだよね。まあまあまあ、ここまでは同じだぞ。ここまでは同じだな。
どう変わった？あ、懐かしい、リュドミラだよな。確かリュドミラって名前だよな。リュドミラ隊長。あ、やっぱそうだ。掃討作戦が完了しました。変わんないな。村人の避難状況は。なんか初期の頃と比べてなんか服がエッチになったみたいなとこもあったらしいけど、なんかあんま変わってないんだね今は。すごいな。結構やっぱちゃんとしてて面白いんだけどな。あ、来た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 。まあメインキャラクターたちだよね。我らの手には負えません。あー、どうも、騎士アルフレッド。すげえしっかりしてる。うわー、何も変わんなくね。でも騎士団ですか。お、来た、徒歩できた。姉さん、ちゃんとどこどこ歩いてきた。強そうだもんな。ティオ、大丈夫か。ティオ、声がちっちゃい。やめろー。ちょっとあの迫力が皆無なんだけど。声ちっちゃい。バトルだよね、さすがに。あー、来た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 。ポンセで毒にされる。いや、ほんと多分負けであったはずなんだよな。で、ファイナルブロー早速使うか。いけ、やつまえ。おー、ワンパン。未亡ね、弱。もしかしたらカットしてるかもしんないんで、このストーリー部分、ちょくちょく。それ見たい方は自分でプレイするか、過去に多分ね、俺が実況してるやつあるんで、ストーリーは多分全然変わんないと思う、ここら辺の。はい、それを知るためにも。俺は。おう、頑張れ。え？プロローグか。何も変わんなかったよ、プロローグ。秘宝。皆さん、エバーテイル、ホラーモード、削除されたらしいです。いや、早くない？いくらなんでも早すぎない？だって話題になったのってここ数日間だよ。一週間経たずして多分消えたんだよね。でね、そのホラーモードの発生条件を一応説明すると、このサーバー押すじゃん。で、サーバーリストの J76 っていう最新のサーバーに新規のアカウントで入ると見れたんだって。だからそもそも俺のこのアカウントじゃもう見れなかったんだよ。だからね、もう俺実の姉のスマホを借りて、エバーテールインストールして、サーバー J76 にしたけど、それでも入れなかったから、もうやっぱもう削除されたっぽいですね。じゃあもう見れねえじゃねえかよって思ってる皆さん、ご安心ください。私、エバーテールのプレイ動画を投稿している方からですね、ホラーモードのプレイ動画をお借りしてきました。もう実況でもなんでもないんですけど、もうプレイした方のプレイ動画を僕が実況することになるんで、もうよくわかんないんですけど、もうそうじゃないと見れないんで、もう見ようと思います。さあ、もうすでに伝説になってしまったホラーモードなんですけど、早速見ようと思います。プレイ動画だからね、これ。さあ来たぞ。もうここから違うじゃん、白いじゃん。もう思い出せないんだ。おお、俺は一体まんまやん、あの詐欺広告と。長押しで進む。うわー、これ実際にプレイしたかった。みんなもこれ見れない、自分でプレイできないからね、これ。鍵がかかっている。鍵穴を覗く。ちゃんとホラーだ。本編と全く関係ねえ。目が覚めたのね。あれ、この子ガチャキャラやん。おー、やってんのかこれ。え、目が覚めたのね。すごいな。でもまだここに来るのは少し早かったみたい。ちゃんと怖いな。え、このキャラそういうキャラだっけ。かわいそうに何も思い出せないの。でもそれでいいの。全てをしてしまったらあなたきっと壊れてしまう。ねえねえ、こんな血ついてなかったって。だから今はゆっくり眠るの。部屋に戻ってね。おっぱいでか。大丈夫、何も心配いらないわ。何も、おやすみなさい。こんなキャラじゃねえって絶対。ただあのキャラ強かった気する。始まりが違う。こんな死体は出てこなかった。おう、ちょっと止めながらやっていい？一応。レイラ、ねえレイラ、目を覚ましてお願いだから。こんなんなかったよ。リゼットとティオだっけ。どうしてどうしてこんなことに。あー、これ追われる前のこと。お姉ちゃん、あっちの家にもダメだったよ。あっちの家もダメだったよ。みんな体がバラバラになってて、見たこともないような苦しそうな顔で。ああ、リゼットとティオの村。いや、これなんで削除したの。これファンからすれば結構すごいことだよね。
前のお話とか見れて。本編なかったよね。僕たちがいない間に一体何が。こんなの人間の仕業じゃない。ちょっと待って、今声が。はぁ、はあ、ティオ隠れて早く。ごめんね、ちょっと一時停止しながらやりますね。何かが近づいてくる。すげえじゃん、もう。もうおもろいじゃん。ホラーモードの方が。何あいつ。あいつ見もうでなんかな。セクシーな。何それ。え、すごく面白い。あー、で、これでフィンのイベントにつながるんだね。うわー、風が強くなってきたな。あ、多分これプレイ動画の方がここは同じだろうなと思って、多分スキップしてんのかな。多分そうだよね。うん、まあここら辺はね、ほんと同じなんで、まあまあ多分すごくはしょってくれるんじゃないかな。まあ、おお、カットしてくれた。よし、捕まえたぞ。俺編集しないからね、これに関しては。うん、あと変わってるとこあんのかな。エレランどこに行ったんだ。そこにいるのか。え、ごめん、止めていい。ちょっと違うイベントが。これ倒した後にね、さっきのモブキャラいたじゃん。もう一人、エルランってやつ。あいつが、なんかね、もう、よそ行っちゃうんだよね。この上の方に。ちょっとイベント自体変わってる。で、ここ、リゼット死んでるの？やばい。マジで違う。君大丈夫か？うわー、すごい。なんてひどい怪我だ。あ、生きてたんだね。ここは、なんかこの、立ち絵差分も、新しく追加されてんの？こんな服ボロボロに破けたさ、血まみれの差分なんてなかったよ、今まで。私気を失ってしまったのね。無理に動かない方がいい。今助けを呼んでくるから大丈夫。一人立てるわ。ありがとう。絶対立てないだろ、それ。その怪我立てる？ティオは？てか、エロくない格好。しこたまエロくなったな。私の弟を見かけなかった？私と似ていて私より少し背が低いのだけれど。ごめん、見かけなかった。それよりその傷は何があったんだ。ごめんなさい、説明してる時間はない。今は逃げなくちゃ。逃げる？一体何から。うん、怪物私たちの村を襲って友達を家族を見殺しに。うん、見殺しにした。急いで逃げないとあなたも殺される。分かった、じゃあ北の近くにある俺の村まで逃げよう。そこで君の傷も治せるはず。うん、なるほどね。北の近く、村なんてあったかしら。うん、俺がずっと住んでる村だ。俺の名前はフィン、肩を貸すよ。私はリゼット。フィン、ありがとう。でも自分で走れるから大丈夫よ。走らないとあいつに追いつかれる。うん、結構近場にあると思うけどな、村。何知らないの。無事に逃げ延びられたらリグランドで再会できるはず。はあ、ティオごめんね。どうか無事でいて。あ、ティオ置いてくの。いや、この血の量やばくない。これで立ててるのすごくない？いや、でもここでバトルあるはずなのにね。なくなってんだ。ティオと行動しないパターンになってる。これさ、キプレイの人からすれば面白くなってるよね。あー、で、ここで戦うの？全然違う。サンドタートル、どうしてこんなところに。ここは縄張りから遠いはずなのに。クレイザーと俺が戦うから、その子に逃げてくれ。うん、逃げ道なんてない。戻ってもあいつに殺されるだけ。戦うしかない。戦えねえだろ、その格好、その血の量。グラー。で、まあバトルになるのか。カットされてて、あ、よかった。なるほどね。こいつ明らかに様子がおかしかった。いつもはおとなしく森の奥にいるのに、まるで何かに操られてるみたいに凶暴に。うん、はいはいはい。リゼットの村もこいつが。うん、あの怪物から感じた力は比べるものにならないほど凶暴で悪に見せたものだった。そんなそいつは一体どれほどの力を。先を急ぎましょう。ああ、さっきの黒い影かな。ああ、まあ宝箱を取って知ればね。まあ、こういうのはまあ変わんないよね。で、ここに行くとルドミラーっていう女の騎士がいて、うん、まあ同じだね。ただティオがいないんだよな、ここに。あの子供。うわぁ、ルドミラ隊長、相当が完了しました。ちょっと待ってね。ごめん、また一時停止挟んじゃうんだけど、今思えば、ボイスどこ行ったん？あれ？こっちのホラーモードにはボイス搭載されてないんだね。うん、なんかよくわかんない状態だな。なんかこういうの実装するんだったらフルボイスにしとけよってちょっと思っちゃった。はい。確認伝えよ。5分以内にウェスカテの、進行を再開すること。はっ！うん。まあ、このリュドミラも強いんだよな。
こんなところで足止めを食うとは全く予想外だった。それにしても凶暴化した魔物たち、まるで何かの操られてるかのように不自然に統率の取れた動き、うん、まさかあれが始まってしまったというのか。もしそうだとしたら一刻も早くベスカで見つかれば。このあれっていうのはまあゴーマ説っていうやつだよね、うん、でここにフィンとリゼットが合流するんだよね。はい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 、ここは同じだな。なんだこれは、ロッセが、俺の村が。君の村、何を言ってるんだ。ここにはもとより住人は一人もいないはず。え、な、あなたこそ何を。俺は紛れもなくここの住人です。どうしてこんなことに、うん、君は少し混乱してるな。え、ここは18年前に滅んで現在はゴーストタウンになっている。あれこんなこと言ってたっけ。おう、うん、そういう設定になったんだな。それは周知の事実だ。うん、そんなはずは。ならどうしてあなたたちはここにいるのですか。ベスカテより急なののろしが上がったのでな。我々の拠点であるリグランドからの休憩地点として立ち寄らせてもらったのだ。うん、なるほどね。しかし魔物たちの急所を受けて到着が遅れてしまってる。早くベスカテに向かわねば。それならもう手遅れです。え、うん、まあそっか、滅びたのもね。何、ベスカテは何者かの襲撃を受けて壊滅しました。私とはぐれてしまった私の弟が最後の生き残りです。うん、そうか、それはすまない。私たちが間に合っていれば。君の怪我は大丈夫なのか。私は大丈夫です大丈夫じゃねえだろいや、あなたのせいじゃありません。まあそりゃそうだね。それより弟を探してるんです。リグランドに逃げてる途中ではぐれてしまって。分かった、タイのものに確認してみる。見つけ次第、ちょっとごめんなさいね。見つけ次第君の元へ連れて行くと約束する。はい、申し遅れたが私はイルドミラ赤竜騎士団第3部隊隊長の任意を追っている。うん、まあ、ここら辺はまあ同じだな。イルドミラ隊長、教えてください、この村は。はっ、でまあ、ああ騎士が来て、アルフレッド、イルドミラ隊長、報告いたします。我ら第3部隊は未知の敵により数秒のうちに壊滅、雑魚。うん、まあまあまあ、こいつらあんま強くないもんね。私が唯一の生存者で。おお、なんかエフェクト追加されてる。アルフレッドこれはね、あったね。あのフルボイス版ではちゃんと声優さんがやってくれてたけど。うん、あ、来た。あら、こんにちは、私の愛しき検体さんたち。うん、未亡人だね、こいつが。貴様がアルフレッド。うん、あなたが赤竜騎士団の隊長さん。なんて見る目麗しいお姿です、こと。うん、その声はアルフレッド。あら、ちゃんと名前があったのですね。あんなにヒリヒリ醜い男にもこの外道が。そんなに悲しい顔しないで、あなたもすぐに彼の元に差し上げますね。赤竜騎士団の何かけ、え、ルドミラルドミラまでこうなんの。目、片目がマジ、なんかちょっとクオリティ上がってない。でもなんかこういう流血表現とかもちゃんと増えてんだね。グー、うん、マジか。あら、ごめんなさい、何か言ったかしら。とんでもねえなこいつ、片目潰れたけどみんな血だらけそんな、あの赤竜騎士団の大隊長が一撃で、うん、この力、やっぱりあなたが私の村をそういえばあなた、あの哀れな村から生き延びた子羊ちゃんに似てるわね。あの村の虫けらたちは愉快でしたわ。死にたくない、死にたくないと泣きながら必死で命乞いして、うん、こいつクズだな。だからゆっくりと手術して差し上げましたわ。腕を思いで目をくり抜いて、その時の顔がまあ見にくいこと、見にくいこと、あはは、あははは、絶対絶対に許さない口だけのワンちゃんたち、己の非力さを自覚してないの。二人とも頼む、私置いて逃げてくれ。この悪魔とは戦ってはいけない。あらあら、もう手をくれよ隊長さん。な、いつの間に俺の前に、みんな、みんなボロボロすごいな、血の量、ぐわー、うわ、胸らへんすごいことなってる、やば。フィン、そんな、みんな、この下道が、お前を殺せない自分の非力さが恨めしい。はあ、はあ、ダメ、どんどん体が冷たくなっていく。そんな、死なないでフィン。え、もうこれ以上優しい人が死ぬのを見たくないの。全然違う、ここら辺。お願い、目を閉じないで。一応ね、戦闘するんだよね、負けイベで。でもそれすらなくなってる。おお、この BGM は戻ってきた。お前フィンだったの、これ。
このドット状の鍵がかかっているようだ。なんかちょっと待って、ごめん、あのくっそ無理やりじゃないなんかいや待ち遠しかったんだけどさ、こういうのが搭載されるので、搭載されたら搭載されたで無理やりやっぱ本編にぶち込むのって割と強引だな。うん、鍵穴を覗く。これさっきの続きか。おー、何こいつ。それがずっと見つめていた。それって何こいつ。うん、おー、でもちゃんとホラーだね、ちゃんと怖い。あー、やっと進んだのね。すごいタッチされてんだけど全然進んでなかったね今終わりかい、呼吸が止まったそんなあのマジでこのホラーモード前と見比べてほしい。もう血みどろ表現多すぎ今回。ホラーモードすごいな。あらあら、そんなに悲しまないで大丈夫、次はあなたの番よ。あー、頼む、私の命を差し出す。その代わりこの子だけは見逃しやってくれないか。五章だ。ああ、さすがリドミラだな、優しい。音に聞こえた赤竜騎士団の隊長たる、ん、お方が何を言ってるのでしょう。うん、ちょっとギャル吐きそうなっちゃった。取引とは相手が得がたいものを差し出して初めて成り立つものよ。今のあなたなど小指でも倒せます。強よ、安心して、この子を手術した後にちゃんとあなたも楽にして差し上げましょう。ああ、まあ、これ強いもんね。黙れ、起きた、目赤くなったな。フィン、どうして。確かに鼓動が止まっていたのに傷も塞がっている。あ、本当だ。あ、でも胸らへんちゃんと穴開いてたんだね。お前だけは許さない。うん、ようやく目が覚めたのですね。わざわざ私が出向いた甲斐があるというものです。うん、話は終わりだ。お前が踏みにじった命の代償を受けろ。おー、あー、でここちゃんとバトルがあるんだね。はいはい、まあ、一応ちゃんとバトルは俺は面白いと思ってるけどね。あー、まあ、ここは従来通りだね、一発で倒せるみたいな。そう、目が赤くなったらなんか赤の模写だけかな、なんかそういうやつの力が働いてめっちゃ強くなるっていう。弱っこいつ、なんて力だ。私では傷一つつけられなかった悪魔を。うん悪くない、悪くないですね。ゴーマ賞である私に深手を負わせるとは、研究しがいのある検体ですかと。あれ、ちょっと待って、こいつもちゃんと差分があるんだね。血とかついてるし、ちょっと胸らへん破けてね。私の名前はミボーネ、きっとまたすぐにお会いすることになるでしょう、必ず。はい、さよなら。またリゲルダー、く、消えたか。深いをしない方がいい、あの深出りはしばらく動けないだろうし、我々も無茶できる体ではない。それにしても先ほどの力は一体、傷も突然塞がってに見えた。俺もわからないんです、意識がなくなる寸前に奇妙な幻覚が見えて、そこからは、うん、目が燃えるように痛む。待て、君の目の色はそんな鮮やかな赤色だったか。いや、俺の目は青のはず。うむ、赤い目に異常な力の権限、まさかそれは赤き紋章、魔を払い巨悪を退く力、噂には伝え聞いていたが、しかしあの女は自分をゴーマ嬢だと。もし本当なら、不死のゴーマ嬢には普通の魔法では傷一つつけられない。まさか本当に。いや、まずはリグランドに戻ることが優先だ。君を赤竜騎士団の本部に連れて行く必要がある。もうボロボロだしね、みんな。そういえば聞きそびれてしまったな、君たちの名前教えてくれないか。私はリセとメステカでずっと暮らしていました。ボロボロだな。俺の名前はフィン、このロッセの村の住民です。リセット教えてくれ、本当にロッセは17名の村のほどなのか。うん、私の知ってる限りでは。ここらへんちょっと従来と違うんだよな、信じられない、なんてことだ。あくまで私の推測でしかないが、もしかしたら赤き紋章が君の自我に記憶に何らかの影響を及ぼしたのかもしれない。てか片目大丈夫？今落ち着けという方が無理だと思うが、これだけは言わせてくれ。君は我々を救ってくれた、ありがとうフィン。私も救われたフィン、ありがとう。でも今は辛いと思うから無理しないでね。何が起こってるのか全くわからない。俺は戦うことに夢中で、そうしたら幻影が見えて。いや、俺のことを後で考えるとして、まずはみんなの怪我を治すことが先決だ。あとその目を服を着替えないと。うん、今？待って、替えあったん？服の？あ、持ってきてるんだね、ちゃんと服の替え。すごいね、なんか目も治ってるし。なんで目治ってんの？リゼと助かった。君の修繕は腕の腕は一級品だな。なんで？いや、修繕こんなピッカピカになる？体の傷どこ行ったん？いいえ、私の唯一の取り柄ですので時間かかったけど治ってよかった。こちらこそ貴重な回復の、いや、あ、回復使ったのね。ありがとうございます。本で目にしたけれど、実際に目にしたのは初めてです。はあ、それでこんな治るんだね。すごいな。心配はいらない。我ら赤竜騎士団は
来たる大災厄に備えて大量の飛薬を確保している。はあ、よもやこんなに早く使う場面が来るなんて予想もしていなかったが、湯村隊長、やはりあなたも思いますか、あれが始まってしまったと。隠しは持てない。しかし魔物の凶暴化、それと何よりゴーマ症の出現。うん、始まってしまったのか、ゴーマ説。100年に一度の世界を滅ぼす大災厄。しかしあまりにも早すぎる。前期のゴーマ説からまだ18年しか経っていないというのに。そろそろ目を開けてもいいかな。あ、ごめんなさい、もう大丈夫よ。あら、今目の色も元に戻ったみたいな一時的なものだったみたい。準備ができたらリグランドへ行こう。セキュリ騎士団本部に宣告起きたことを報告しなければならない。リゼット、君の弟とも都で再会できるはずだ。うん、きっと無事でいてくれるはず。あれ、一応ね、確かここでさっきの未亡ねってやつになんか眠らされるんだよね。さっきのそのなんか序盤に出てきたティオっていう少年が、それすらなくなってんだな。あのゴーマ賞も私のことは言っていたけれど、ティオのことは認識してないみたいだったから。確かにその通りだ、きっと大丈夫。それではリグランドへ。はあ、おー、でこれでプロローグが終わりというらしいですね。でなんかちまちまね、その後の第一章からもなんかちょっと変わってるらしいんだけど、まあ一番変わったのはやっぱこのプロローグらしいです。はい、以上がホラーモードでしたね。これもう伝説になってしまいました。まあただなんか噂で言えばテスト版みたいな、なんか後々ちゃんと本編に搭載されるんじゃないかみたいな話もあるらしいんで、まあ一概に伝説になったとまでは言えないかもしれないですね。うん、はい、ホラーモロでした。はい、ここからはですね、もうおまけです。ガチャ引きます。だその前にさっきのホラーモードで出てきた、一番最初に出てきたキャラクターいるじゃん、あの子がね、この子なんだよ。そう、この子がね、血みどろになってたんだけど待ってね、確か見た目変えれるから、これでやると、あ、そうそう、これこれこれ、これが血みどろになってたんね。あ、でもちょっと血ついてるね。ああ、まあああいうこういうキャラクターをぐちゃぐちゃにしてると。もうこのキャラもぐちゃぐちゃにされてましたね。うん、広告とかで。はい、ちょっとさ、今ストーンが2万個あるんだよ。だからね、10連だから、まあ、200連できんだよね。今限定でこのなんかドエッチな格好してる響ちゃんと、さらにドエッチな格好してるこのカレン、この子大人になったんだね、いつの間にかなんかちょっと少女ぐらいで、なんか幼女版みたいな子もあったけど、なんかすごくどんなところにやってんね。もうそれはこういうなんだよライバーテール。もう早速引きますね。あとはリュドミラ、リンネのリュドミラってやつと、おお、出た、バニーガールリゼット、ドエッチだな本当に。でフィンもいるんだけど、俺は男キャラは引く気がないっていうね。だからまずこの響きとカレンのどっちか引こうかな。もうカレンだね、やっぱで、うん、はい、でっかいもん。じゃあいきますね。もうこの200連やって終わろうかなと。うん、なんか俺のエヴァーテールってもうガチャ動画みたいになってるからね。ただドラゴンファングとかさ、今まで死ぬほど出てきたけど、あれも出てこないだろ。ほらってなんだかんだ前回から半年くらい経ってるもんね。じゃあいきます。さあ、ガチャ演出とかも変わってんのかな。あ、これはもう全く変わってないんだね。これさ、従来通りなの扉でよかったと思うんだけどな。あれ、確定演出結構分かりやすかったじゃん、金色か虹色かで。これ分かんないんだよね。ああ、まあレアだね。これは来るんか。ああ、まあこれは見たことある、何回も何百回も見た。お前はもう覚えてない、多分出てきただろう。うん、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。一回スキップしないでどんどんやってみる。ああ、まあやっぱこれは多分 SSR 出ないやつだね。あ、出ない出ない、絶対出ない。SSR はね、文字が出てくんだよ。あれに何回イラついたか分かんない。 OKOK、 まあ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 、最初の10連はこんな感じでしょう。じゃあどんどんいくよ。まあ、これはもうどんどんスキップしていくね。うん、確定なんか分かんない、確定じゃないだろこれ。じゃあいくよ、もうどんどんスキップしてやっていくよ。はあまあ普通そうなんだけどさ、普通当たんないのが普通なんだけど、まあまあまあ、でもどんどん行こう、どんどん行こう、まだまだできるからね。あ、来た、これ確定でしょ、これ確、あ、もう全然違う、これ確定っぽいね。なんかちょっと光ってるもん。うわ、一発目から来たこれカレンじゃないのくふふ、わらわの力が欲しいかなら相応のお菓子を用意しとるんじゃろうな。いや、これ武器だろこれね、なんか人間っぽいセリフだけど、ちゃんと武器の時いっぱいあるからね。武器じゃねえよな。うわっ待ってこれそういうこと、これが進化してってか、成長させていくと
あのおっぱいボインボイン状態なんのってことじゃねえの。ねえ多分そうだよね、多分これがそういうことだろ、多分そういうことだよね。天才魔法学科学少女、多分そういうことでしょ、これだよね。ちょっと一回戻って見てみていい？あ、やっぱそうだ、この子を強くさせていくとどんどん成長していって、あの巨乳女性この人になるんだあ、もうそういう風になったんだね、エバーテール。なんか幼女は幼女でちょっと別の括りだったけどね。まあまあ、これも確定でもなんでもないんで問わすけど、当たんないか。まあさすがに当たんないよね、これね。4体か5体ぐらい当てないといけないっていう、ちょっと結構しんどいんだよね。いくら200連できたとしても、まあ、4、5体当てんのは結構答えるんだよ。もうこれはスキップしよう。当たんねえな、全然当たんねえな。ちょっとこれ響きちゃんの方もやりたいんだけど、これじゃあもうこれ200連ぐらいじゃもう全然、おえー、来たんじゃないのこれ。また幼女カレンちゃん当たっちゃうよ。ちょっとスキップするよ。フフフって言ってくれれば。え確定じゃ、うわーやばい、これ次言うよね、これ来るよね、これカレンだよ、これ絶対カレンだよ。チェック飛ばすよ。いや SR でもあの演出が来るんだったらもう、あと130連、まだまだまだね、70連目なんでいけますよ、まだ全然、まあ、全然いけますよ。こんなもんじゃないですよ。俺って何回ガチャ引いてると思ってんすか。まあ来ないよね、そんな簡単には彼来ない。こんな序盤に来たのがまだ幸せな方だと思う俺は。はい来るよ、はい来ないね、はいスキップしましょう、いや、あ、当たってる。なんか確定でもなんでもなかったけど、凪一文字、これ俺持ってないんじゃない。まあでもいいぞ、ドラゴンファングとかさ、あのいらねえからマジで。もう何十本持ってんの、なんか SSR の伝説っぽい武器。伝説でも何でもなくなってるからね、俺のこのアカウントだと。いやー、まあ確定来なくても当たる確率あるからね。飛ばすよ。もう文字出てこないもん。てかさ、これあれなんかな、アップデートかで文字もスキップされるってこと。だってさっき SSR 当たったけど文字出てこなかったよね。じゃあスキップできないんじゃない、これ。しない方がいいかもね、ワクワクワが欲しいなら。ちょっとスキップしないでやってみるか。当たんないんかい、当たれ、そこは空気読め。いやーもう100連やっちゃってる、いつの間にか。まあ、どんどんいくよ、どんどん当てよ、いけるいける、当たるよ。もう1体くらいは当たってもいいと思う。もう声枯れてきたな、ちょっと当たんないな。いやエバーテールのガチャの醍醐味であらの文字出てこねえな、全然今回。ちょっと渋くなった、もしかして。ちょっと来た、これも飛ばさないでいく。これ SR は来ん、あ、来た。チッパイちゃん、ねえもうこれ見えない、ここ、もうギリ見えるって、それもうちょっと垂れちゃってんの、衣服が。あかんあかん、それ、あ、なんか知らんやつ来た。あ、ニューって書いてる、バナルガンド。おお、これがピックアップ武器ってことだよね、今回の。多分このカレンが装備するのがこのガバルガナンゴンであるでしょ。いいよ、うぅ、またクフフか。スキップしない方が当たる確率高いぞ、これ多分。来い来い、クフフ来い、クフフクフフ。てかさ、ごめん、あのこれ言うの忘れてたんだけど、俺もエバーテルぶっちゃけやってないんだよね。来たーこんだけ喜んでるけど俺エバーテルもやってないんだよただのさ、エチエチ少女コレクションになってんの、俺のアカウントもうストーリーも何もやってねえんだよまあのガチャって楽しいよね。うわー、待って、カレンちゃんちょっと嫉妬してんのかな。やってよ、私いっぱい当ててんだからって思ってる、もしかして。いいよ、ちょっと気変わったらやるかもしんないよ。いや、てかやるかもしんないな。お前が確定のやつじゃないよな。いや、クフフ来るな、これクフフ来るぞ。五条悟っぽいやつもいいんだよ。あ、これクフフ来ないパターンかな。クフフ来い。なんかこいつ何回も手に入れたことあると思う、月の絶対君主。
いや何本もあったら絶対君主じゃないと思うけどね。いやあと50連か、早えよ。え、おい、なんか課金したくなってきちゃったなもうやってないゲームに。なんかこういうのやっちゃうと揃えたくなんない。なんかちょっとコレクター働かない。バナルガンドまた来たな。いらねえ。待って、こいつ見たことある。ああ久しぶりだな、エルハルトよ。こいつね、今までの俺のエバーテル事業見てくれた方ならわかると思うんだけど、こいつしこたま当たんの。俺の実況名がホワイトから一時期エルハルトになったぐらいだからね。え、こいつまた当たる？ちょっと待って、ちょっと待って、ガチャのその当たる確率見して。エルハルトどこよ。まあ、バナルガンドはそのピックアップだから 2.8% は分かるよ。ベランサね、 SR だからそうでしょう。なんでなんでこの確率当たんのお前。そう、このドラゴンファングとエルハルトが異常に持ってんの俺。もうほんと来ないでほしいの、トラウマだから俺。あと40連。いやー来た、これちょっとクフフ欲しいな。マジで揃えたくなってきちゃった。ここまで来たら揃えて来た。マジか、マジで言ってる。ちょっとこれヤバくない。え、うちょっと待って、ちょっと待って、これ本当に4体5体でいいんだっけ。ちょっと待ってね、確か 1,2,3,4 4体でいいんだっけ。え、これもうできてねえじゃん。ちょっと一回強化してみていい。あ、そうそう、この水着スクミズカレンも持ってたんだ俺。いた4体いるでしょ。でこれで覚醒に 1,2,3 あと1体。ちょっと待って、1体ずつ覚醒していこう。多分立ち絵変わるからさ、これで多分見た目が変わるか、変わんないか。まだ、あ、まだ変わんない。これレベル上げればいいんだっけ。ちょっと待って、まあ、一気にレベル上げよう。もうどんどんいくよ。あ、この解放だ確か。これ上限か、来た。そうだそうだ、これで変わるんだ。よしよし、うわ大人なってる。マジかよ。え、あ、で多分これ第3段階になると多分試験管を胸にぶっ刺すんだな。え、もう刺してる。え、じゃあこれ、え、じゃあこれ次の段階どうなんの。うわ、これみんなが見せろっていうやつじゃんこれ絶対に。え、課金しなきゃいけないパターンこれ。また嘘だろ。ちょ、一気に覚醒しちゃうか。覚醒して、でどうなんだっけ。で確か、あ、これで、そうだ、これで見た目が変わるんだ。来た、どうなるこれで。え、なんか衣服なくなってね、白衣着てなくね。なんでなんで裸ワイシャツになんだよ。エロ。ちょっと待って、これさすがにモザイク入ってるって。こうなる。え、こうなるんだ。みんな広告がね、まあ、クソだとしても、こういうね HH キャラを手に入れたいんだったらエヴァーテルやった方がいいかもしれない。じゃあもう響きいくか、残りの30連。うわ、今回のガチャすげえ良かったじゃん。うわー、なんだよ。ちなみにこの2万もね、課金しないで、普通にどんどん勝手に溜まってってやつだから、全然もう金なんて全然使ってないからさ、みんなインストールするならした方がいいんじゃないのわかんねえけど。こんなクソ詐欺広告やってるアプリなんかインストールしたくねえよと思ってるかもしれないけど、まあね、ちょっとお気に入りの女の子キャラを見つけた時はもうちょっとやってみてもいいんじゃないかなって。俺はちょっとほんのちょっとだけおすすめするね。うん、でちょっとよく出ちゃって課金しちゃうかもしんないけど、まあもうそれに関しては俺また関係ないんで、もうそれはあと自分の意思だと思うから。うん、まあ俺はそのタイプだけどね。うん、なんかクソ詐欺広告のせいで気になって始めて課金しまくっちゃったみたいなところあるから。俺もうこのゲームでなんかわからないけど10万ぐらい課金してるからね。10万じゃ済まねえな多分。さあラスト10連だ、行ってこい。当たれ、最後に、なんか最後にふさわしい何か来い、最後にふさわしい何か来い。うわ、しまんな、しまんないやつやん。うわー、絶対ちょっと課金しろって思ってる人いそう。
あ、いる。そっか、この子ここにいるんだ。うわ、いや、せっかくだしね、なんかホラーモード実装してくれてありがとうの感謝を意味も込めて一回だけ課金するか。しょうがね。あ、やっちゃった。あと80連いきますね、この響きで。もう課金しない、もう課金しない、いくよ。え、お、優勝アイテム、優勝のスタンドだぞ。こっち無料のやつでガチャしてねえんだぞ。当たってくれよ。おい、記念で課金してあげたんだぞ。クソ上から目線だけど。え、おっしゃ。悪には刃、乙女には花を、来た響きだ、来い。誰、あ、なに。なんでお前。こいつストーリーに出てくるやつやん。お前待てよ。お前何パーだよ、ナギ何パーだよ。お前全然いねえじゃねえか、めちゃめちゃ下じゃねえかよ。ただこいつそうだよね、初期キャラぐらいのところでしょ。え、ちょっと待って、ナギどこ、あ、いた。いや 0.016 パーだってよ。あ、なんで 0.7 じゃなくて 0.016 が当たる。いや、いらねえ。しかもカエルって、別にカエル嫌いじゃないけど、美少女の方欲しいだろ。え、来ない。なんだこれ、なんだ今の、なんだ今の。ちょっとあれがピックアップ武器、これ何。鬼丸かっけー、中学生めっちゃ好きそう。なんかこの武器がプリントされた T シャツ絶対一人は着てるって、中学生、男子中学生中2ぐらいのやつ。ちょっと待って、響き今回来ない系。でもぶっちゃけ俺さっきのカレンでお腹いっぱいなんだよな、もう十分なんだよね。あとはもうどういう風に動画を締めらせるかの悩んでる。ぶっちゃけさっきのナギ出てきた時に終わればよかったなちょっと思ってるもん今。どうしよう、え、もう50連やるよ。でもうどんな終わり方でもいいや、もうやるよ。どんどん来い来い来い、どんどん来い。やばい、ちょっと喋りすぎてちょっと喉がおかしくなってきた。さあ来い、何か来い、何かこの何もこん、何もこん。来てよ、なんかポーンって出てきてよ、文字。なんだ、空気読んでくれてんのか。残りの10連になるまで何も出さないけど、残りの10連でなんか空気読んでなんか出てきてくれんのか。なあ、いいよ、じゃあ。あー、鬼丸ね、いらね、鬼丸いらね、キャラ欲しい。来い、なんか来い。あ、空気読んでる、空気読んでる、めちゃめちゃ空気読んでる今。エバーテール運営が残り10連でキャラ出してあげるよって言ってるね。囁いてるね。ほらね、もう確定来ねえもん。これそういうことでしょ多分。ほらほら、なんかまた別のカエル来たし。なんでこのゲームこんなカエル押してんの。いや来ないね、あ、もう来ない来ない来ない、もう分かってるよ、来ないんでしょ。残り10連になったら来るんでしょ。もういいよ、全然いいよ、全然いい。もうむしろカレンで全然もう優しくしてくれた方だからね、このエバーテールも。来ないんだよね、まあ、この10連も来ないよ。残りの10連で来る、絶対に響きが来る。ほら来ない、ほら来ない、来んな、もう来んな、来なかった。さあ来るぞ、響き、残り10連、さあ来い。ほらほら。運営ありがとう、ホラーモード再実装してくれ。さあ来い響き、来るんだ響き、来い来い来い、いつ来る、最後の最後か、来るのか、ついに来い響き。